はい、今、次のポイントのバライというね、アンコール時代に作られた、ちょっスイッチに来てるんですが、見てください、この状態今あ、みんなこの崖を降りてます。ああ怖っ。大丈夫、ゆっくり。そっち向かないよ、そっち向かない、そっち向かないそしたら滑っても、そう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 、その足乗せて止まるから。すごいすごい、ただいま体調、体調の言うこと、頑張れ。よいしょ、痛い痛い痛い、大丈夫大丈夫。もうちょっともうちょっと、いけそうですよ、頑張れ。反対向かない、反対向かない、向けてやって、お、頑張れ。だからここから目を向いて、あ、見てる見てる、できるできる、よし、お母さんもできる、できる、よし、手繋いで、隊長、お願い、手繋いであげて、いや、手繋いで、ちゃんと足元見て、足元見て、頑張れ、頑張れ、足元、チェック、チェック、あー、ほらほらほら、チェック、チェック、大丈夫よ、物持ってあげてよ、父ちゃんは厳しいから、頑張れ、自分で考えろ、ちょっと、よし、よく頑張った、よし、なんとか着きました。まあここまで来ちゃったんでね、こいつが多分泳ぐと思うんで。ちょっと待って、これめっちゃ頭ぬかるみすごいわ。うん。足洗ってんのもすごい意味ないみたいな。あんまり痛い、ここ深いからゆっくりな。これはちょっと向かれてるんですね。わあ。え、全然思ってたんと違うんやけど。どうや。いや、え、ちょっと全然思ってたんと。爽やかに歩けへん。犬の足跡もこんだけへこんでるからね。全然爽やかに歩けへんかった。あ、すごい綺麗なとこなんですが、実際はドロドロでこんな感じです。泳いでいいよ。どうだ、これワカメと思ったんですけど、ドロドロやん、ドロドロやん。スープ好きます。スープ好きなん、うん、そうか、うーわー、はい、今ちょっと遊んでるんですけども、ちょうどあそこにね、おじさんたちがちょっとした地引き網ですね、地引き網をやってるんで、ちょっとそれを見に行ってみたいと思います。うわー、きたね。ここも行きたいな。今結構両脇にね、仕掛け終わって今引っ張ってきたんですけど、多分200メートルずつぐらいなんで、多分4、500メートルの紐をね、使ってるんで、結構広範囲に遠いとこから引っ張ってきてますね。で、今だんだん、紐だけのところから、うーん、網の部分が手元まで来たんで、それを今手繰って両端の人が近づいてきてますね。この両方の人が接近してから、さらに網を狭めていって、多分あのおじさんが投網を打つのかな。まあうまくね、なんかでかいね、スネークヘッドとか入ってるといいですね。まあそんなにね、魚がいるような環境には思えないんで、どうかなとは思うんですけど、ちょっと見てみたいと思います。あ、そういうこと、狭めてってだって狭めて、あんまここまで引きずればいいよね、と思うんだけど、そうじゃないんだ。
あとあの段階で網がさ、ビャーっていっちゃうやん。浸水して魚いたら押さえて。じゃあ目の中、水の中で目開けたはんの？開けないよ。手の感覚だけ。すごい。でかんちょ、これはプンティオプリテスですね。これはさっき釣りしたところのおじさんがスネークヘッドと一緒に焼いていたオステオキルスの、ビッターだかな。これもそうですね。これが、ミスタースキャットですね。で、脂びれが、とても小さいんで、ミスタースのミスティセータスですね。これも一緒だ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 。バイバイ、ここ。バイバイ。落ちないようにな。で、これはグラスパーチですね。プランバスティスの、サイアミンシスですね。それからこれがホーホースペースローチですね。これもちょっと種類ね、見ないと分かんないんですが、多分イオアってやつかな。これはラビオバルブスですね。その一番深いところ、その上危ないから、転がっちゃうから下に行って座ってください。じゃあ、じゃあ、魚がいるから、うん、みんな同じ魚ですね。スパイニールですね。でこれは、ピーコックスパイニールと同じグループのマクログナータスドですね、の、セミオセラータスという種類です。これはね、多分この1年のガサガサでは、市場でちょっと紹介したぐらいで、あ、1回取ったかな、うん、1回取ってるんですが、それ以外はあんまり紹介できてないんでね。この種類のスパイニールもいます。これがプンティウスブレービスですね。でこれちょっと好印色がね、出始めてるんですが、もっともっとね、赤い色が出てね、とても綺麗になります。で普段は銀ギラ銀ですね。これは二枚貝もありますね。これは、フグですね、コチンキヌンシス。まあ、今までも釣ったりしてるんですけど、そのフグですね。多分ここにもいますね。お願いしますか。うん、はいはい。いい感じ。ゆかさかな。ほら、いっぱいいるよ、魚。深い方はダメよ。お、本当だ。捕まえて。捕まえて。はい。
ラスパーチェ、ね、これここ昔釣ったことあるよ。捕まえて捕まえて。レコポーツ。レコポーツハムダイ。バーバーバー。スコア。チンチネーシスですね。これいっぱいいます。すごい。でこれ入れると置いとくと一気にこの空気をあの吐くよ。シュワーッといった瞬間パッていなくなるなって。いっていすごい変身みたい。こちゃんすごい。ふう、もうやだ、お魚さん逃がしてあげる。ふう、生きてないよ。終わるんじゃない、そんなの。これはすごい。赤目符、赤い目符、まあ、いっぱい いくつも種類いるんだけど。まだ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 、もう行っちゃった。見てちゃう。というわけで今回は本当に大した内容じゃないんですけど、ちょっとね池にね、子供と遊びに行って、まあ、たまたま地引き網やってたんで、見てみたらまあそんなに変わった種類じゃないんですけどね、いつもの魚たちがいつものようにいたという感じ で、まあ、最後に、赤目フグの、まあ、一種なんですけどもね、あのコチンチネンシスっていうフグがいたんで最後映しました。こんな感じで今日は終わります。というわけで今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。またチャンネル登録とグッドボタンもどうぞよろしくお願いします。今日もありがとうございました。ここあとは挨拶いいの、みんなに。バイバイ。私はまだ泳いでいますけど。ここバイバイ。